福島みずほさんはい立憲社民の福島みずほですえー、杉田美代さんは2014年10月31日衆議院の本会議にて男女平等は絶対に実現し得ない反道徳の妄想ですと言っていますどういう意味ですか、はいえー、松本総務大臣、えー、杉田さん杉田さん呼んでるので分かる えー、おそれ,を入れます、えー、福島委員にまずこの間の経緯について簡単にご説明だけさせていただけたらと思って、えー、発言をさせて、えー、いただきます、えー、杉田政務官からはあこれまでの発言について、えー、話を聞きましたところ、えー、チマチョゴリやアイヌの民族の衣装のコスプレおばさん LGBT には生産性がないといった表現について、えー、政務官本人が拙い表現によって人を傷つけてしまったことについて重く受け止め反省していると。 申しましたのでこれを受けまして私から内閣の方針に鑑みて傷つかれた方々に謝罪をしそうした発言を取り消すようにというふうに申し渡したところでございますこれに対しまして杉田政務官からは内閣の一員として大臣の指示に従う立場であるということは理解をしているということで受け入れられたということでございますので私から。 官房長官に杉田政務官のこれまでの発言に関し私からの指示に従い謝罪し撤回することとなった旨を報告したところでありますまずはこのことをこの場におきまして経緯のご報告をと思って申し上げさせていただきました以上です福島みずほさんはい。本会議での発言の意味は杉田あさんどういう意味ですか杉田総務大臣政務官 まずは私からもあの、私の過去の発言などに対する厳しいご指摘、ご批判について、重く受け止めております。過去の配慮を書いた表現、そういったことを反省するとともに、松本総務大臣から私に対し、傷つかれた方々に対し謝罪し、そうした表現を取り消すように指示がありました。私としても、内閣の一員としてそれに従い、傷つかれた方々に謝罪し、そうした表現を取り消します。その上であの 福島委員のご指摘の発言については、当時、現在とは異なる政党に所属をしており、私がその党を代表して、内閣提出の法律案について質問した際の発言でございます。現在は内閣の一員として、男女共同参画は我が国の重要かつ確固たる方針であり、 すべての人が生きがいを感じられる多様性のある社会を実現するために、重要であると認識しており、その実現に向けて努力してまいりたいというふうに思っております、はい、福島みずほさん。理解できません。党は変わってもあなたはあなたでしょう。どういう発言ですか、これは。通用,通用しないですよ。通用しない杉田総務務大臣政務官 どんな仕事繰り返しになりますが、その党を代表しての,あの発言でございます。あのまた今後とも、すべての人が生きがいを感じられる多様性のある社会の実現に向けて、努力してまいりたいと思っております福島みずほ答えてください、どういう意味ですか、あなたはあなたたはでしょう松本総務大臣。 あの福島委員のご指摘も含めまして、これまでの杉田議員の発言について、先ほども申しましたように、拙ない表現である、また人を傷つけるような側面があることにつきまして、確認をした上えで、私の方からも指示をし、しかるべき対応をするようにしてまいりたいと思っております。過去の 現在とは異なる政党でのまあいわば主張につきましては、党の立場からのものであるというふうに考えますが、委員からのご指摘も含めて、過去の発言については、私どもの中でも改めて精査をした上で、しかるべき対応をさせていただきたいと思っておりますので、何卒ぞご理解をいただけたらと思っております福島みずほさん。本会議でこの発言聞いて、総理、どう思いましたか。 田内閣総理大臣えっとちょっと当時の記録、記憶定かではありませんが、ご指摘の発言、えー、これはあこの政府、えー、っと私、あるいは政府、あるいは与党の立場とは異なる発言であるとお認識をいたします、はい、福島みずほさん。総理、なぜこの発言知ってて任命したんですか。 岸田内閣総理大臣えと総務大臣政務官は、えー、行政の管理、えー、そして、えー、統計、えー、等の役割を果たす職務であります。えー、そうした職務を,に、えー、を果たすに、能力を持っているかどうか、まあ、こうした判断で、えー、人事が行われた次第であります。 島みずほさん女性差別は反道徳の妄想だっていう人、内閣の一員としてふさわしいんですか岸田内閣総理大臣。あのこれも再三申し上げておりますが、あこの内閣の一員になる前のさまざまな発言<あ>えと、あのえー、と別の党にいたときの発言、これらは政治家の責任として自ら 説明責任をを果たししてていいいくこことととが大事だということを申し上げています、えー、政治家の責任で、えー、発言については、しっかり説明責任を果たし、まあ、政治の信頼を,を確保しなければならない、このように思います。そして、えー、政府の一員になった以上は、政府の方針に従って、えー、職務に専念してもらわなければならない、このように申し上げております。 福島みずほさまざまな差別発言をして、本会議でも言って、なんで任命したんですか、はい、松本総務大臣。松本さんが任命したわけじゃないじゃない、えー、繰り返しになる部分ございますがあの、ご案内のとおり、国家行政組織法上、大臣政務官の任命について、えー、各大臣は。 申し出をすることはできることになっているかと思いますので、私は一旦の責任の一端があるということで、今、このようにお話をさせていただいているところでございます。あの改めて、繰り返しの部分はできるだけ短く申し上げますが、政府の一員として、自覚をこれまでも持って仕事をしてきてくれているものと思っておりますが、今回のことにつきましても、やはり人を傷つけ、 ここととともあるということで改めて私からその言葉表現をお詫びをし、取り消すようにと申したことは、政府の一員の自覚を持って受け入れて、先ほども答弁を申し上げたとおりでございます。今後も、今現在は政府の一員として政府の施策を理解し、しっかりと対応してくれていると思っておりますが、過去の発言について、引き続き何らかの対応が必要であるかどうかにつきましては、今日いただきましたご指摘も含めて、 政策をいたしまして、適切に対応させていただきたいと思いますので、どうぞご理解をいただけたらと思います。福島さん11月32日、塩村彩香さんの質問に対して、杉田さんは、日本には命に関わるひどい女性差別は存在しないと言いました、政務官の発言です、そうなんです杉田総務大臣政務官。 ご指摘の件につきましては、かつて国連の人権委員会においてスピーチを行った際の考え方を述べたものであり、世界各国には日本と比べて女性が厳しい立場に置かれている国々があるという、そういう趣旨でございました。私自身の表現がつながったことを重く受け止め、反省しております。今後はこうしたことがないように、誠心誠意、努めてまいりたいと考えております。 私自身、女性に対する暴力はあってはならないものと考えております、またドメスティック・バイオレンスなどの暴力に関しても重大な問題であると認識しております福島瑞穂さん。過去の発言も問題ですが、政務官として30日に発言した問題を問題にしています。杉杉田田ささんんん日本本ににはは命かわるひどいい女性差別はなでですか松本総務大臣違ううしょう、ね はいあの本件についてもえ、私から確認をいたしましたが、い過去の発言を、どういう趣旨で発言をしたかを説明したものでありますので、え現在のところは先ほど申しましたように、女性差別、ドメスティック・バイオレンスについても自覚を持って対応してくれるものと思っておりますし、そのようにするように、私も責任を持って対応させていただきたいと思います。 杉田総務大臣政務官、静粛に願います女性差別がより深刻な国があることを強調したいための表現でありました、実際に我が国においても、DV や性暴力によって命を落とす女性がいることは有意識問題であり、あってはならないことだというふうに考えております。 私自身、表現が拙かったことを重く受け止め、反省しております。今後はこうしたことがないように、誠心誠意、努めてまいりたいと考えております福島みずほさん2日前の話ですよ。命に関わる女性ひどい女性差別は存在しない DV があるじゃないですか、自殺する女性がいるじゃないですか、そんな認識で政務官やれないですよ。こんな人を政務官でいいんですか、大臣、総理。 岸田内閣総理大臣おっしゃるように、日本の国においては、DV をはじめ、深刻な事態の中で命を落とされる方がおられる、それを深刻に受け止める、これが政府の立場であります。今、大臣政務官の方からも、表現が至らなかった、つながらなかった、そのことによって、この誤った、 あこの発信になってしまったことについて、えー、この説明、釈明がありました、あぜひ政府の方針に従って、えー、その立場で職責を果たしてもらいたいと思っています福島みずほさん。女性差別は存在しないって言ったんですよ、2日前、総理それででいいんですか、うん、岸田内閣総理大臣。 命を落とすような差別は存在しないという発言だったと承知をしています。そのことは、先ほど申し上げたように、日本の実態に,に,、えー実態にえー、あった発言ではないと私は思います。そしてご自身、えー、本人も、えー、その発言がこの拙なかったということで、釈明をされたということであります。 さん総理、日本の実態に合わないんだったら、内閣の一員としてふさわしくないんじゃないですか、岸田内閣総理大臣、ああはい、じゃあ、松本総務大臣、先に手上がってましたんで、指名しまますす松本総務大臣正式に願い改めてあの私も同席をしておりましたが、 本人は過去の発言の説明をしたつもりであったかというふうに思いますが、あ今日申し上げたように、現状の認識をしっかりとそのときに申し上げるべきだったという意味では、そのことも含めて、表現がつたなかった、至らなかった点はあると思いますので、私も同じ省に勤める政務として、しっかりと今後もよく注意をし、指導してまいりたいと思いますので、何卒ご理解を賜れればありがたくと思います以上です。 福島みずほさん表現が至らなかったんじゃないんですよ、差別発言なんですよ、それをなんで松本さん、岸田さん、かばうんですか、いい加減にしてください、こんなんで内閣の信頼ないですよ、総理どうですか岸田内閣総理大臣あの。大臣政務官の任命は、その省の長である大臣の申し出により、内閣が行う、このように定められています。えー、そのまあ法律に従って 総務大臣政務官としての能力、行政に対する管理、評価、あるいは統計、こうした役割を果たせるかどうか、これを考え、こうした職責を果たすだけの能力を持った人物だということで判断をいたしました。こののの就任任ししててする前の発言については本人の説明責任でしっかりと の説明をしてもららわなななければならない内閣の一員になった以上は内閣の方針に従って、えー、言動をしてもらわなければいけない、えー、この点は徹底してもらわなければならないと考えています、はい、福島みずほさん。総理、理解してないですよ、差別発言を繰り返してきた人をなぜ任命したのか、政務官になってからもまだ差別発言をしている、合わないんですよ、これをなんでかばうんですかあり得ないですよ岸田。 内閣総理大なんで任命をしたかということについては、先ほど来申し上げております、総務大臣政務官の職責を果たす能力を持っているかどうかという判断のとに、大臣の申し出によって、内閣がこの任命を行った任、任官を行った、こうしたことであります。そして えー、内閣の一員になった以上はな、えー、政府の方針に従ってもらわなければならない、このように申し上げております、はい、福島みずほさん。能力があれば、差別発言繰り返した人でもいいんですか岸田内閣総理大臣。 内閣の一員になった以上は、内閣の考え方、方針に従ってもらう、これを徹底してもらわなければならないと思っています。その過去の責任、過去の発言動については、政治家としてしっかり説明責任を果たしてもらう、これを徹底してもらうことが重要であると考えています福島みずほさん。杉田さんの問題があります。 でも度重なる差別発言を知りながら、なんで任命したんですか、しかも政務官になってからもトンチンカン、とんちんかな日本に命に関わる女性差別はないって言ってるじゃないですか、2日前ですよ、資質が、総理の資質が問われますよ岸田内閣総理大臣。あの2日前の発言のやり取り。 えと過去の発言についてご指摘をいただいた上でのやり取りの中の発言であったと思いますが、これは大,大臣政務官に就任した後のまの発言ということであるならば、これはこの政府の方針にしっかりと従ってもらわなければならない、改めて強く感じます。あのその発言のこのが2日前は 確か過去の発言についてさまざまなご指摘をいただいた中でのやり取りであったと記憶しています今先ほど申し上げたように就任前と後これはしっかりと瞬別してそれぞれ責任を果たしてもらわなければならないそうそういったこの政府の方針にしっかり従ってもらいたいと思っています 福島みずほさん命に関わるひどい女性差別はないという今の認識を杉田さんが示したんじゃないですか、うん、杉田総務大臣政務官あの二日前は やり取りの中で、過去の発言についての説明を求められましたので、その発言はこういう意味で、えー、と言いましたということで申し上げました、今現在の考え方ではないということをあの発言しておきたいと思います。はいはい、福島ささん杉田さん田謝罪と撤回ですがどこのの部分の発言を 撤回謝罪をされるんですか、どういう形で誰に対してやるんですか、なぜですか。いやちょ松本総務大臣、えー、繰りり返しししまままますすすじゃなないいははににののでで申し上げますがが、ま、ずはあ先般の委員会で私が えー、対応すべきだと考えたちまちょこりやアイヌなどの民族衣装に関する発言そして生産性 LGBT には生産性がないという発言について本人に言葉を傷つけた方々に対しお詫びをし取り消すように指示をいたしましたそれ以外の発言について改めて私も総務大臣という立場から総務大臣政務官に対しまして 確認をした上精査をした上で、しかるべき対応はしっかりとやってまいりたいと思っております、はい、福島さん,さん杉田さんは、どの部分の発言を撤回、謝罪されるんですか、はい、それでは杉田総務大臣政務官。 先ほど大臣が説明してくださったとおりでございますが、LGBT は生産性がないという部分と、それからアイヌ、チマチョゴリなどの民族衣装について揶揄した部分につきまして、えー、謝罪と撤回をさせていただきました福島みずほさん。 保育園のコミュニテルンの問題や、選択的夫婦別姓は家族を解体することや、受精差別撤廃条約、それからさっき言った本会議での発言、これらのさまざまな発言も撤回されるんですか、伊藤詩織さんのいいねを押したことも撤回されるんですか、どこまでで撤回謝罪すするんですかそれでは松本総務大臣、一旦お願いいたします。 今お話がありましたコミンテルについては前回の委員会で事実と異なるので、えー、撤回をすると申したというふうに私は記憶をいたしておりますがそのような発言につきましては 今、ご指摘があったことも踏まえて、これまでの他の発言と同様に、しかるべき対応は必ずするように、私もしていきたいと思います。誰にということでございますが、個々についてはそれぞれですが、この言葉によって、まずは傷つけられた方々にどういう形でお伝えできるかは考えなければいけませんが、お詫びできるようにしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。はい、福島ささんん杉杉田田本人はどうですか杉田総務務大臣政務官 先ほど申し上げました立場に立って、従来の発言についても精査して、適正に対応してまいりたいと考えております、すまあまあ、福島さん女性差別の発言など、本当にたくさんしてるじゃないですか、これから精査してなんてありえないですよ。すぐ謝罪撤回すべきですが、たくさんの発言を謝罪,謝罪撤回して、そしてどうするんですか、これ、いつまでにやるんですか。 杉田さんいつまでや、るんですかい<や>杉田さんですよ、だって杉田さんが謝罪撤回しない限りい杉田総務大臣政務官。できるだけ的確に心を込めてご答弁ください、はい、従来の発言についてあの、できるだけ時間をかけずに精査して適切に対応してまいりたいと思っております、はい、福島みずほさん。はい 謝罪撤回ですが、これ、至らなかったんじゃなくて、差別発言です、差別発言だったということを杉田さん、お認めになられますかまずは、上司として松本総務大臣、お答えください、はい杉田さんはおっしゃったように、言葉大変難しく、今、福島委員からありましたように、 差別と受け取られかねないことも含めて、えー、拙い表現であったというふうに私はあ、えー、取り言葉を提携するように申し出したつもりでございます。えー、今、ご指摘があったそのような発言につきましても、えー、おっしゃったように、不当な差別が認められないことは申し上げるまでもないことでありますので、そのように受け止められる言葉をが、有無も含めて、しかるべき対応をさせていただけたらと思っております。 福島みずほさん受け止めかれないじゃないんですよ、差別発言なんですよ、ヘイトスピーチなんですよ、だから問題にしてるんです、杉田さん、これをあのまさに差別だと認めて、撤回、謝罪するということでよろしいですか杉田総務大臣政務官。それも含め、しっかり精査して対応してまいりたいと思います。 か福島みずほさん差別と認めて撤回、えー、取材しない限りだめですよ、総理、これ、総理の資質が問われています、内閣の一員として不適格です、すすべきじゃないですか岸田内閣総理大臣あの、えー。内閣の一員になった以上は、政府の方針に従ってもらわなければなりません。 過去の発言については政治家の責任で説明責任を果たしてもらわなければなりませんそれぞれ責任を果たしてもらいたいと思ってます福島みずさん内閣として不適格ですそして報告を委員会に求めるよう求めます、はい、合国理事会で協議をいたします、はい、福島みずほさん,さん、はい、非免すべきだ非免しかないですよそれを強く求めていきますこの内閣信用できないですよ ヘイトスピーチやる人間が内閣にいて、内閣への信頼できるわけないじゃないですか。次に敵基地攻撃について質問をいたします。え1972年、田中角栄総理大臣は、敵基地攻撃に関しては専守防衛に反するから基本方針としてやらないと言っています。総理、年末にまとめる安保3文書に敵基地攻撃能力の保有を明記しますか。岸田内閣総理大臣 日本の防衛力の強化について改めて議論しなければいけないということで新国家安全保障戦略をはじめとする安全保障文書の策定を今忙しているところでありますその中にあってこの我が国に対するミサイルのミミサイルの飛来等を考えますときにミサイルの技術の進歩に にしっかりと対応した装備が備えられているかこれを議論しなければならないその際にはあらゆる選択肢を排除して議論するべきだこうしたことを申し上げています今その議論が行われています内容と予算とそして財源とこの三つを一体的に年末までに結論を出していきたいと考えています、はい、福島みずほさん国税の選手防衛に反する と言わわれてきたわけですこれを変えるのは180度、専守防衛を変えるものです、それについて、なぜ国会で明言しないんですか岸田内閣総理大臣。専守防衛のという考え方は変えないということを再三申し上げております。今、日本の国民の命や暮らしを守るために、どのような防衛力が必要なのか、これを議論しています。 この議論は大変重要な議論だと思いますが、憲法、あるいは国際法、さらには平和安全法制とする国内法の範囲内での議論を行う、これは当然のことであります。専守防衛は、この日本国のこの憲法に基づく、我が国の安全保障の姿勢として、大変重要な姿勢であると考えております。 これはは全く変えるつもりはありあませんん、はい、福島みずほさん総理大臣が国会の本会議で、できないと言ってるんです、それを変えるんですか、戦士防衛守ると言いながら、実は戦士防衛変えるんですよ、総理、武力攻撃あ、敵基地攻撃をする場合の要件、武力行使3要件になるんですか。岸田内閣総理大臣 この反撃能力、かつては敵基地攻撃能力という言葉が使われておりましたが、これは昭和30年代から続くこの議論であります。憲法の範囲内でこうした対応ができる、こうしたこの議論が行われてきました。いずれにせよよどののうなこの日本の 防衛力の強化があこの用意されるといたしましても、先ほど申し上げましたように、憲法、国際法、国内法の範囲内で議論をすることになります。よっておっしゃるように、我が国の武力行使につきましては、新三要件に基づいて武力行使を行う、これが私の基本的な 立場でありますどのような武力の行使が行われるとしても、この新要件の範囲内で行われる、これは当然のことであると考えています、はい、福島みずほさん安保関連法、戦争法による新3要件は、存立危機自体、日本が攻撃を受けてなくても武力行使ができる、総理、集団的自衛権の行使で、敵基地,地を攻撃できるということですね岸田内閣総理大臣。 憲法、国際法、国内法の範囲内で議論をするということを申し上げています。そして今議論が今続いています。今の段階でこの具体的にまこうしたことができるできない、そもそもどのようなこの防衛力の強化を行うのかこの議論の最中でありますので、今この場でそれを申し上げることは適切ではないと思っています。 福島みずほさん総理は答弁で、審査要件の下でできるって言ったじゃないですか、存立危機自体で、日本が攻撃を受けてなくて、そして敵地攻撃できるんでしょ、岸田内閣総理大臣、えー。審査要件をはじめとする、憲法、国際法、国内法の要請の範囲内で議論を行うということであり、具体的にどのような装備を日本として備えるのか。 あらゆる選択肢を排除せず、議論を行う、この議論を行っているわけです。これは今申し上げた範囲内ので,で結論を出す、これは当然のことであるということを再三申し上げております、はい、福島みずほん今日自公でこの敵基地攻撃も含めて、合意をするというふうに報道がされています。総理年末にに三文書ををやるるとき国会閉会閉中閣議決定だけで防衛を180度変える この明記をするんですか？国会無視じゃないですか？岸田内閣総理大臣、あのそれこれは日本のこの法律ルールの中で政府として判断すべきこの事柄を決断する上でそのルールのルールの範囲内で行う。 ここれは当然のことであります政府としてしかるべき手続きに基づいて、閣議決定ほか、さまざまな手続きを進めてまいります福島みずおさん。極めて重要なことを国会、今、まあ、総理はあらゆる選択肢を排除せずといって国会で説明しません。閉会中に閣議決定だけでやるとしたら、国会の議論がないじゃないですか、国会軽視ですよ。おかしいと思いませんか。 国税を変える可能性があるんですよ、変えるんでしょ、どうですか岸田内閣総理大臣今申し上げておりますように、えー、この、えー、国家安全保障戦略をめぐる議論等もすべて憲法、国際法、国内法の範囲内で、えー、この議論をし、そして決定するということを申し上げています。えー、国会において こうした説明は再三申し上げておりますし、そして引き続き、こうした国家安全保障戦略を決定したとしても、国会においてさまざまな議論をしていただき、それに対しての考え方、国会の考え方、これを政府としてしっかり承り、受け止めさせていただきたいと思っています、はい、福島ずほさん。先制攻撃しししないいと総理は言いますしかし日本が 攻撃されていないのに、存立危機事態で、例えばアメリカに対する攻撃、日本は攻撃されてないんですよ、敵基地を叩く、攻撃するっていうのは、まさに先制攻撃じゃないですか。下内閣総理大臣、えー、委員もご承知かと思いますが、国際法の議論の中で、先制攻撃の定義というのは、誠に難しいものがあります。様々な学説がありますますた現実 主要国においても、先制攻撃の定義は、まあ、自らこの内々定めている国も数多くありますが、その中身も様々であります。よって、これ、先制攻撃の判断というのは誠に難しい、これが現実であります。しかし、我が国として先ほど申し上げましたように、憲法、国際法、そして国内法の範囲内で、我が国の防衛力を強化していく。 こういった姿勢を国際社会にしっかり示していかなければなりません。よって、どんな装備を用意するにしても、こうした憲法等の要請の範囲内であるということ、これを国際社会にしっかり示していくことは重要であると思います。具体的なこのシステム、制度を考えるにあたっても、そうした国際社会から見て、 不透明なものであってはならないと思っています福島みずほさん、はい、安保関連法、戦争法によって、集団的自衛権の行使をまさに認める法律を作りました、憲法違反で違憲です、そしてもう一回、敵基地を叩くということで、専守防衛を踏みにじって、二重に違憲状態が発生する。総理は 憲法にのっとって、専守防衛でというけれど、先制攻撃しないというけれど、実際は日本の国が攻められてないのに、敵基地叩くんじゃないですか、これはまさに先制攻撃、専守防衛に反するじゃないですか、日本、攻められてないんですよ、攻められる可能性もないんですよ岸田内閣総理大臣ああの。政府として申し上げているのは、わ、えー、が国の、えー、この厳しい安全保障環境の中で、 特にミサイル技術の急速な進歩、発展によって、我が国の国民の命や暮らしがリスクにさらされている、こういった状況の中で、どんどんと進化するミサイル技術にしっかり対応した我が国の防衛力が用意されているか。 本当の意味で国民の命や暮らしを守ることができるかどうか、これを考えなければいけない、まあ、現在のミサイル迎撃システム、これを向上させることはもちろん重要でありますが、それで十分なのかということも含めて、え国家安全保障戦略の議論の中でえ、しっかり議論をし、そして政治の責任を果たすために何が求められるのか、あらゆる選択肢を排除せず、議論をしていく。まあ、これが この年末に向けての議論のありようでありますこうしたま考え方国民の命を暮らしを守るために現在のミサイル迎撃システムに何が加わることが必要なのかこういった議論は決して憲法あるいは国内法のこの議論と矛盾するものではないと思っています戦士防衛の姿勢もしっかり守ってまいります先制攻撃ということにならないように しっかりと新しいシステムについても考えてまいりたいと思っています、はい、福島みずほさん総理がいくら憲法の中で専守防衛で先制攻撃しないと言っても、実際、そう論理矛盾ですよ、集団的自衛権の行使でやるわけですから、対外的にどういうことのアピールになるのか、まさに。 敵視攻撃能力の保有、これ、書くべきでないし、国会で今日の段階でも、書くとか明言しないということは、国会軽視で問題だと思います。次に防衛予算、6兆円、水増しで11兆円にするという、総理2%支持をされました、あ水増し、ごめんなさい、まあ、11兆円にする、その二兆円にえ、11兆円に関する積み上げ、改めて教えてください岸田内閣総理大臣。 まず、年末に向けては、防衛力の内容と予算、財源、これを一体的に検討し、年末に結論を出していく、こうしたことを申し上げています。内容についての積み上げ、ことしも年初から、この n s c 四大臣会合等において、さまざまな議論を積み上げてきました。せて この国際的な防衛、えー、と安全保障の体制の比較ということで、GDP2% という数字が,が使われている、この国際的な比較ということについて、こうした額についても重視していかなければいけない、こうしたことを申し上げています。 ぜひ、この内容と予算と、そして財源と、この3者を一体的に議論し、年末議論、結論を出していきたいと思っています福島みずほさん。財源はどうするんですか、えー、先日の報告書は国債発行ではなくと言っています、国債発行はダメだめだと言ってるわけですが、なぜだとお考えですか岸田内閣総理大臣。 えっとこの間の報告書というのは、有識者会議の報告書のことをおっしゃっているかと思いますが、有識者会議の報告書、これはあの大変貴重な提言をいくつもいただいたと、政府としてもしっかり受け止めているところですが、財源につきましては、年末に緊急に整備,整備すべき5カ年の中期防衛力計画の規模、 そして将来にわたり強化された防衛力を安定的に維持するための、令和9年度に向けての歳出、歳入両面での財源確保を措置する、こうした形で、政府としての方針を決定していきたいと思います。防衛力については、これを強化すること、もちろん大事ですが、これをしっかり維持すること。 これが、これも大変重要なポイントであります。こうして中長期的に維持するためにふさわしい財源について考えていかなければならないと、政府としては思っております委員長福島みずほさん。報告書がなぜ国債はだめだって言っているとお思いですかっていう質問です岸田内閣総理大臣。 防衛力の財源には、財源につきましては、さまざまな議論があります、さまざまな考え方があります。えーそのえー、中長期的に、恒、え、常、ー、的に維持するためにふさわしい財源は何なのかという議論の中で、えー、国債がふさわしいのかどうか、こうした議論がある、えー、こうした議論もまあ参考にしながら、政府として、 この決定をしていきたいと思います令和9年度のに向けてこの歳出歳入両面でしっかり検討を行います福島みずほさん消費税は社会保障のためです国債は戦前軍備費のために国債をたくさん発行して国債紙くずになりましたその反省があります法人税上げるんですか岸田内閣総理大臣 先ほど申し上げました、防衛力を恒常的に維持していくためにふさわしい安定的な財源を考えていくことは重要だと申し上げております。具体的な税目等につきましては、何もまだ決定をしておりませんし、この今申し上げた防衛力の維持にふさわしい 財源というものをこれから引き続き議論していきたいと思っています、はい、福島みずほさん財源の当てがないのに2%支持するのは無責任じゃないですか、そして6兆円だとしたら別のところに使ってほしい、えー、保育士さんの配置基準について質問いたします。えー <laughs> 私は、ねえー、4歳からちょっとお配りしている配布資料で、4歳から5歳は1人の保育士さんに30人です、これ、70年前の基準なんです、でこれを例えば変えるのは、えー、591億円で4、5歳児はできると、試算してもらいました、総理、保育士さん大変です、なんと30人を1人で見なくちゃいけないんですよ、これ、変えるべきじゃないですか、こういうところにお金使ってくださいよ。 加藤厚生労働大臣あの福島委員御指摘の保育士の廃止基準の改善これは大変重要な課題だというふうに考えております平成27年度に散歳人に対する保育士の 配置を20対1から15対1に改善した保育所に対して、公定価格上の加算を設けたところであります。一方で、消費税分以外で財源を確保すること,とされている、いわゆる0.3兆円超の質の向上事項に含まれる1歳児や4歳、5歳児に対する保育士の配置改善については、残念ながら未実施であります。引き続き安定的な財源の確保と合わせて検討していかなきゃならないと思っております。なお保育士のの業務負担軽減のためには 保育士の補助を行う保育補助者の雇い上げに必要な費用、清掃優遇の消毒等といった保育の周辺業務を行う保育支援者の雇い上げに必要な費用等に対する補助を行っており、まあ、これらの取り組みも含めてですね引き続き保育士の皆さんの業務負担の軽減を図っていきたいと考えています。福島水保さん。ぜひよろしくお願いします。来年介護保険の解約法が出てくるやにも言われています。こういう部分やそれから保育士さんこういうところにこそ総理大臣。 お金使うべきじゃないですか岸田内閣総理大臣、えー、保育、介護をはじめ、えー、この現場で頑張っている皆さんを支えていく、えー、それに対して政府として、まあ、公的価格という考え方に基づいて、えー、こうした処遇改善について、えー、しっかり手厚く手当てをしていく。 こうした方針を明らかにさせていただいていますぜひ処遇面においてもこうした現場で働く皆さんが安心して働けるようなこの政府の政策をしっかり検討し追求していきたいと思っています福島みずほさん、はい、マイナンバーカードと健康保険証の一体化で健康保険証を使い続けることができますか加藤厚生労働大臣 今回のマイ,ナンバーとマイナンバーカードと保険証の一体化、これはまさにそのマイナンバーカードで受信することのメリット、これをしっかりです、ね、皆さんに波及をさせていく、まあ、そのために一体化を加速し、令和6年秋に保険証の廃止を目指すこととしたところであります。ただし一体後何らかの事情にによる手元にマイナンバーカーカドががない方が 必要な保険診療等を受ける際の手続きにはさまざまなケースが考えられるわけでありますので、そのため資格を確認する方法と、さらに細部の内容対応について、充実させるための方策について、広く国民の声を踏まえ、丁寧な検討を行うため、関係省庁による検討会を開催し、令和6年秋に向けての円滑な移行に向けて、環境整備を図っていきたいと考えています福島みずほさん。 マイナンバーカードの取得は任意ですから、一体化は問題だと思いますが、いかがですか。加藤厚生労働大臣あの。マイナンバーカードはもちろん任意の取得ということが前提でありますが、一方で、先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードと保険証の一体化について、 マイナンバーカード1枚で医療機関を受診することで、健康医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療が受けることが可能となる、あるいは医療機関においては、保険資格の転機を自動化できるなど、事務コストの削減等々のメリットがあるわけでありますので、こうしたメリットをです、ね、しっかりとお示ししながら、先ほど申し上げた一体化を加速しです、ね、そして保険証の廃止を目指していきたいというふうに考えています。はい 島みずさん、はい、骨太方針6月7日、そしてずっと厚生労働委員会でも、健康保険証は使い続けることができると答弁しています、健康保険証を使い続けることができるっていうのは、国会の答弁なんですよ、これを守ってくださるように、強く申し上げ、私の質問を終わります以上で、福島みずほさんの質疑は終了いたしました。 次に、串田誠一君の質疑を行います。